今こそ愛だ。今こそ愛だ。今こそ愛だ。愛知県観光文化大使の竹中直人です。いやー、僕こう見えて皆さんご存知ないかもしれませんが、愛知とは縁が深いんですよ。なんたって秀吉やってますからね。羽柴筑前の神秀吉、まあ豊臣秀吉をやってるわけでございます。いやー、だから愛知はとても深いんです。なんたって僕誰も知らないと思いますけど、織田信長もやってるんですよ。僕はもう徳川家康もやってますから、戦国の僕三大武将をやってますよ。それがもう三人もういいよお前の話。すいません。まあ愛知はもう食べ物も美味しいですからね。愛知大好きです。愛知といえば僕はもう最近深くガマゴーリとお付き合いさせていただきましたが、ガマゴーリの人々はとても温かく優しく、そして名古屋はね、僕大好きな街です。食べ物も美味しいし、もう味噌カツとか大好きで、も味噌煮込みうどんなんかもう食べたい、お腹空いてきちゃった。あ、愛知県に行きたい、もう愛知を網羅したい、もう愛知愛知愛知、もう全ては愛だって感じです。皆さんこれからもよろしくお願いします。愛知へい。今こそ愛だ。皆さんこんにちは。愛知県観光文化大使の山田孝之です。愛知県の蒲郡市で、2020年ですね、2月に続記という漫画家大橋弘之さんの原作続記を竹中直人監督、斉藤匠監督と映画にしました。で、その時に本当に地元の方たちにもいろいろとご協力いただいて、続記グルメというものは、いろんな飲食店で、こう、続記とコラボした食事を作っていただいたりとかもしました。公開の後も、続記の日というイベントも組んでくださって、帰ることもできました。また、愛知県に、遊びに行きますし、そうですね。まあ、いつかまた続記の続編、続記を今度はもうちょっと広く愛知県全土で撮影できたらなと楽しみにしています。愛知県のいろんな素敵なスポットがあります。美味しいご飯もありますので、ぜひ愛知県での観光を皆さん楽しんでください。今こそ愛だ。愛知県観光文化大使の斉藤匠です。は、この続記というご縁で、愛知に幾度となく伺わせていただいて、そこでいただいた八丁味噌を今も大事にいただいております。そして、僕は今発酵に個人的にハマってるんですけど、自分で味噌を作るようになったりですね、名古屋とのご縁というものが僕の日常を、非常に満たして、くれています。そしてこの続記という映画もそうですが、名古屋で、新しい何かが試されて、それが東京や大阪、そして日本中に、そして世界にっていう、やっぱ始まりの地だということが、続記という映画で関わらせていただいて非常に改めて強く感じました。一人一人のキャラクター、名古屋でお会いした、愛知でお会いした、方たちの、なんか粒だったキャラクターっていうものも、また愛知の魅力だなと思っております。愛知が国だったとしたら、とてもこう、経済も含めて、豊かなんじゃないかなと思うくらいです。またそんな愛知の方々と、愛知という場所で映画、一緒に作らせていただけたらと思っております。知れば知るほど、噛めば噛むほど、味わえば味わうほど、愛知が好きになります。今こそ愛だ。